今年度、本巣市に新たに仲間入りしたのは10人の職員です。税務課に配属になりました山谷風花です。本巣市の好きなところは薄墨桜です。本巣市の皆様のゆるい暮らしのため全力で頑張ります。秘書広報課に配属になりました野村美希です。北の自然のある部分から南の街のある部分まで広く楽しめるのが本巣市の魅力だと思います。市民の方に寄り添える職員となれるよう一つ一つ丁寧な仕事を心がけます。市民課に配属になりました高橋美穂です。本巣市の好きなところは祖母の家が本巣市にあるのですが、小さい頃からよく遊んでいたのでやっぱり自然の豊かなところが好きです。私は市民の皆様に寄り添い少しでも暮らしやすい市にできるように努力していきたいと思います。市民課に配属になりました広岡大地です。本巣市では四季を豊かに感じられるところ、特に桜やホタルなどが好きです。市民の皆さんが健やかに暮らせるように頑張らせていただきます。生活環境課に配属になりました若原相馬です。本巣市の好きなところは冬柿です。一日でも早く市民の方に貢献できる職員を目指して頑張ります。福祉啓愛課に配属になりました上田文江と申します。本巣市の好きなところは住みやすいところです。市民の皆様に寄り添い頼りにされる職員を目指します。産業経済課に配属になりました橋本若菜です。本巣市の綺麗な森や川などの自然が大好きで、特に6月頃に見られるホタルを楽しみにしています。一つずつ確実に仕事を覚えていって早く市民の皆さんの役に立てるように頑張ります。上下水道課に配属になりました大熊紗恵です。本巣市の甘くて美味しい冬柿が大好きです。市民の皆様のより良い暮らしのために一生懸命頑張ります。社会教育課に配属になりました大野愛です。本巣市の名産である冬柿が大好きです。今年もたくさん食べたいと思います。市民の皆様がより良い生活ができるよう精一杯頑張ります。本巣保健センターに配属になりました川口里奈です。私は歴史ある美しい薄墨桜が好きで、今年も見に行きました。市民の皆様がより健康で安心して生活を送るために、身近な存在となって一生懸命頑張ります。市民の皆さん、よろしくお願いします。